今日24番で監督ケルモの続きやっていきたいなと思います。今日は補強をねやっていこうかなと思います。とりあえずね今シーズンは終わったので進めていきたいなと思います。ありがとうございました。はい、残留していただけます、幸いですと、もちろん。はい、ということで新シーズン入りましたね。ということでプレシーズントーナメント招待って受けていきましょう。まあ別にお金には困ってないんで、特別なんか真ん中のとこ行くっていうのも必要ないかなと思いつつ、やっぱり強豪とやりたいなと思うので、まあ、リオンとはちょっとねCL 戦ってやりたくないので、まあ、どっちかかなと思うんですけど、まあ、インテルいるしここにしようかな。やっぱ結局一番お金があるもらえるとこなんですけど。で、新シーズン始まりました。ということでね、補強を進めていきたいなと思います。はい、ということで候補者リスト来ました。で、今回獲得する選手なんですけど3名いましてですね、まず1人目なんですけど、バレンシア所属のホルフェサイエンス取っていきたいなと思います。スタミナ89ってすごく魅力だなと思ったし、あと、まあ、ショートパスロングパス、まあ高いとは言えないんですけど、まあまあまあなんか最低限みたいなところで、まあなんだろう、今結構センターバック5人ぐらいいて、取らなくてもいいかなと思いつつ、まあ層を厚くしたいなって、まあ、今シーズン3バックをやるっていう風に思ってるので、ちょっとセンターバックの層を増やしたいという意味を込めて、まあ、主力で使うというよりかは、まあ、ローテ要員的な感じでサイエンスを取っていきたいなと思います。はい、1000万以下なんで、価値市場価格も、まあ、割とリーズナブルというか、まあ、こっちお金はねたんまりあるんで、まあ、そんなに気にしなくてもいいかなとは思うんですけど、もう候補者リストめっちゃ入れすぎてロードがすごい長くなっちゃってるな。800万でどうなんだ、出てたのかな試合。多分あんまりなんか起用されてない主力とかじゃなかったら、多分この値段でもワンチャン一発でいける気がする。ああ。ボーナス解除していったらどうなるかな。あ、いけた。すんなりやっぱいけましたね。よかったです、よかったです。ということで、サイエンス、まあ、バレンシアとのクラブ間合意はできたので、ここから個人合意やっていきたいなと思います。身長もね、190超えてて、守備意識高いのも僕は好きですし、スタミナがね、こう、過密日程になってくると、本当に、大変になってくるので、スタミナない選手なかなか使えなくなってくるので、そういう意味ではスタミナが高い選手はすごく魅力的かなと。またローテ要員で OK してほしいっていう。 OKOK、 いいやつだ。医薬金いらないでしょ。いや、いらないっす、いらないっす別に。まあ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 いいよ、じゃあ承諾しよう。23,000とか、いや4,000ぐらいにしとこうかな。で、これどうすか。これでいけるか、もしくは最低時されるかだと思う。さすがに断られない気がする。あ、はい、OK でございました。よかった、すんなりまず1人目はサイエンスは行きましたね。よかったです。はい、で2人目なんですけど、セルタ所属のオカイ・ヨクシュル取っていきたいなと思います。まあ、ヨクシュルに関してはもうずっと1年目からかな、目を見張ってたというか視察を続けてた選手で、まあ、もうなんか実力はすごく認めてるのでメモとかはしてないんですけど、まあ、スタミナがまず94で、フィジカルが88と、まあ、あの3バック3-4-2-1にした時に、まあ、中盤2枚になるので、そういう時になんかこう潰し屋じゃないですけど、すごくまあ対人強い選手が欲しいなと思ったので、よく知る、まあ、このタイミングで獲得を踏み切ったという感じですね。まあ、あと能力ね全体的に高いですし、身長もね190あってすごく魅力的な選手だなと思っていたので、あとセンターバック、まあ、3ポジションできる、3ポジションできるっていうところもね、あのすごく素敵だなと思ったので、よく知る取っていきたいなと思います。違約金、これ違約金払おうかな。いやでもよく知るのセルタでの立ち位置を考えると違約金払った方がいいから払うわ。高いけどセルタとはね、いつもお世話になってるので、今回は多めに違約金払わせていただきますっていう感じで。で、あ、もうロード投げ、めっちゃ投げ。給料上げていいな。36,000だから、42,000とかにして、14万。
刻んで無失点10にしたらプラス10万。これどうですか、ヨクチュルさん。お願いします、ヨクチュルさん、お願いします。 OK、 まあ、4万2000ぐらいなら全然いいんじゃないかなと思いますね。クラブではトップ5ぐらいかな、今現状だとトップ5に入るぐらいの給与ですね。はい、ということで今日最後獲得する選手はシティ所属のポロ取っていきたいと思います。ポロなのかな、ポロでいいですよね。まあポロも結構獲得しようっていう風には多分動画でもなんか言ってると思うんですけど、まあそれ断念したんですけど、その時はでも、まあ、今回ね、まあやっぱ若い選手好きですし、あの足速いサイドバックすごい好きなので、スタミナも問題なしですし、まあ、問題なしですし、まあね、ドリブルコントロールクロス精度も高いし、まあ、3バックにした時も右のウィングバックで使えるし、普通に4バックの右サイドバックとしても、すごく使える選手なので今回獲得していきたいなと思います。あとやっぱスペイン人っていうところが最高、ただ給与めっちゃ高かったからどうしようっていう。1500万、どうだ、うわー、たっけ。1700万でボーナスつけよう、ボーナス 3% とか。これでどうすか、ペップさん、ペップさんお願いします。まあね、シティからレバンテ行って、レバンテからまたねステップアップみたいなところもあるのでね。お、でも下がってったな。これでミスったら嫌だな。これでいけないから、1850万。OK! いや、なんか今回3選手ともいい感じに交渉できてる気がする。あとは、ポロの個人間合意、給与がめっちゃ高いから、怖いな。違約金な、もう高くていい気がするな。650万とか。あ、6500万。ダメ。違約金なしでいいよ、じゃあ。お、あー、でもやっぱ高いんだよな。6万3000か。給与も、ちょっと5万、1万下げて、ボーナス高くね、これ。めっちゃ高いじゃん。これでいけないかな。だいぶ高いぜ、これ。だいぶ待遇いいよ。この22歳ポロ。多分シティで出てないでしょ、しかも。言っちゃなんですけど。あー、高っ。高いな。ボーナス削って、6万でいいよ、じゃあ。6万バカ高いぜ。マジで。バカ高いよ。めっちゃ起用しないと。あー、まあ決まりました。ただバカ高え、やっぱプレミアの選手高え、そこがネック、本当に。はい、ということでポロの獲得決まって、サイエンス、ヨクシュル、ポロの3人しっかり契約できました。まあ、マジでね、プレミアの選手本当に給与高いのが嫌ですね。まあもうこんだけね週休払ってるので、ポロはバンバンねもう酷使させたいなと思います。はい、でこちらが今シーズンやろうと思ってる布陣ですね。でさっき獲得したヨクシュル、ポロだったり、あとはベンチ外なんですけど、今サイエンスどこだ、サイエンスがいたりっていう感じで、こういう布陣でやっていこうかなと思ってます。ただね、層がちょっとまだ薄いのかな、どうなんだろうっていうところがまあある。いや、そんなことないのかな、意外といい感じなのかな。まあ、ただ補強はねもうちょっとしたいなっていうふうに思ってるので、うん、まあとりあえずプレシーズンこれでやってみて、まだ不満なところがね出てくるようでしたら獲得補強とかやっていきたいなと思いますし、まあ放出とかもね出てくるとは思うので、そういう時はまたそこの穴埋めとしてね誰か獲得できればいいかなと思います。あとねコメントで、まあ、これもね最近の動画で何回か言ってるんですけど、獲得してほしい選手とかね、ぜひいましたらコメントで教えていただけたら嬉しいです。まあ国外の選手かな、あんまり国外の選手はピックアップしてないので、ぜひ国外の選手をメインにね、コメントで教えていただけると嬉しいです。はい、そんな感じで今回これで終わりたいと思います。次回の動画ではプレシーズンで、選手試していけたらいいかなというふうに思います。はい、そんな感じで今回これで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。
以上です。ありがとうございました。